こんにちは、山田です。今日はですね、50代からキャリア自立をする方法というテーマでお話ししたいと思います。このチャンネルは企業で営業を20年、人事で人材育成を10年担当し、57歳で早期退職をしました。キャリアコンサルタントで空道という武道もしております。昭和40年男がセカンドライフやセルフチャレンジについての情報を発信していきます。役に立つなと思ったらチャンネル登録をお願いします。今日はですね、50歳からのキャリア自立ということがテーマなんですが、最近よく言われますね、キャリア自立ということが。新聞でですね、リクルート社が実施したアンケートの結果が出ていまして、70歳までの人に聞きましたと。あなたはですね、主体的にキャリア自立に取り組めていますかという質問に対して、できていると答えた人はですね、全体の 18.3% しかいませんでした。ではなぜできていないかということで、理由としてですね、3つ挙げられてます。一番大きいのはですね、何をしたらいいのかわからないということ。次にですね、これも同じぐらいなんですけれども、自分の強み、持ち味、市場価値がわからないと。そして3つ目ですね、行動に移せないということで、大きくこの3つがですね、キャリア自立ができていないと思う原因というふうになってます。そうなりますと、キャリア自立に取り組むためにはですね、この3つの問題を解決する必要がありますとなるんですけれども、僕はですね、一番大事なのは行動を起こすことではないかなというふうに思うんですね。というのはですね、50代の皆さんというのは、多分ご自身が思っているよりも可能性も能力もあるんですね。今までやってきたことっていうのはしっかりと積み上がっている。ただあまりにも環境の変化が激しいので、それを今の環境の中で合わせるっていうことがなかなか難しくなってきている。必要以上に環境の変化っていうものを大きなものとして捉えてしまっている面もあるのかなというふうに思うんですね。ですので、一旦動き出せば現実っていうのが始まってきます。あ、こういうことなんだなっていう気づきもあるし、こうすればいいのか、こうしてみようっていうような気持ちにもね、なってくると思うんですね。不安っていうのは正体が見えないから不安なので、そうやってですね、自分の目で確かめながら動いていくことで、どん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 不安っていうのが小さくなってきますし、そうなるとですね、もともと50代の人たちが持っているポテンシャルっていうのがどんどん生かされてくると思うんですね。50代の人が共通して持っている強みの一つは、工夫する力っていうふうに言われています。脳の2回目のピークは50代とも言われています。それはインプットではなくて、そういったですね、組み合わせていったり掛け合わせていったりっていうことに対して脳がすごく働きやすくなりますよということなので、動き出せばですね、そういった能力が発揮される。ご自身が持っていた経験、知識っていうものがどん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 統合されていくってことになるので、まず動き出してみると、想像以上にいろんな変化が自分の中にあるのではないかなというふうに思います。とはいえですね、動き出すにしても何をしたらいいかわからないっていうこともあると思うんですが、これがですね、キャリア自立とかっていうことになると、仕事につなげていかなきゃいけないっていうふうに思ったりもすると思うんですが、僕は最初は仕事とのつながりはなくてもいいと思うんですね。自分の中の願望とか欲求ですね、やりたいなとかやってみたいなっていうところから手をつけていけばいいと思うんです。逆にそういうところではないと手をつけづらいっていうか、手をつける気にならないんじゃないかなというふうに思うんですね。仕事とは関係ないからっていうことで意味がないって思うかもしれないですけれども、大事なことは自分の能力を高めていくっていうことだと思うんで、自分が持ってる可能性っていうものを広げていくっていうことが、リスキリング、キャリア自立の目的なので、まずは何でもいいと思うんです。自分の能力を広げられるもの、そうするとですね、自分の可能性に気づくことができます。あ、自分ってまだできるんだっていう思いが芽生えてきます。これがすごく大きいんではないかなというふうに思うんですね。自分に可能性がまだあるっていう気持ちで、もう一度自分の仕事っていうものに向き合うことで、新しい工夫っていうのが見えてくるっていうふうに思います。ですので、最初は何でもいいと思います。自分の可能性が広がるもの、興味関心いうものがあるところに関わっていく、取り組んでいくっていうところでですね、小さなハードルを設定していくっていうのが重要なんではないかなというふうに思います。
行動すればですね、次に現実がまた始まります。その現実と向き合いながら、どん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 自分の行動を広げていく、それが50代の方には適した能力開発ではないかなというふうに思います。ただどうしても思いつかないんだよっていう方でも何かしなきゃって思うのであれば、僕のおすすめはですね、自分の体を使うっていうことです。具体的にはですね、姿勢であるとか立ち方であるとか歩き方であるとか声の出し方であるとか、自分の体の使い方ですね、身体操作っていうのを見直してみる、これはねいいんではないかなというふうに思うんですね。わざわざジムに行くとかいう必要もないです。正しいやり方っていうものをしっかりと認識して、それに合わせて修正をしていくっていうことなので、そんなに無理はないというふうに思います。これですね、ただやっていただくと分かるんですが、結構大きな変化が自分の中にあります。気づきもあります。そして、ああ自分ってまだまだいけるぞっていう、あ使い方を変えればまだ自分の可能性、能力って伸びていくんだっていうところが体感できる、一番いい方法かなというふうに思うので、もしも何もないぞという方はですね、そういったものにもですね取り組んでいただくのもいいのではないかなというふうに思います。そのあたりですね、過去の動画の中でこう紹介をしているものがありますんでね、そちらもご覧いただくと嬉しいです。ちなみにですね、僕は40年ぶりにギターを始めたんですが、最近ですね指が動くようになってきてちょっと嬉しいです。